はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はなるみの別バージョンを使ってやっていきたいと思います。で、なるみの別バージョン、無敗の魔球なるみですね。投手で得意練習は変化球と守備の2種類持ちになります。で、テーブルの方を確認していきますと、タックが、45% に固有が乗ります。で、 65% かな。で、技術ボーナスが4に、固有の技術ボーナスがつきます。で、コントロール上限アップと得意練習率アップがあって、35で練習効果アップ15で、 SR に関しては、45で技術ボーナス6になるんですけれども、もともと技術ボーナス4があるので、全然35で使っていけるキャラですね。そんなに45も35も変わんないんじゃないかなと思います。で、これが50になりますと練習効果アップが、30になりますので、もう1ランク練習の強さが上がるとは思うんですけれども、俺も SR しか持ってないんで35で全然、使っていきます。で、コツの方は変わってないですね。キレ、牽制、勝ち運と若干の使いにくさはあるかな。キレが、手に入るのはいいんですけれども、やっぱり牽制だよね。敏将の、経験点をやっぱり使いますので、それをどうしていくかというところですね。で、金徳は、もともと成海が覚えている折り辺のランブルフォールか、みなぎる活力のどちらかになります。今回は、せっかくなんでランブルフォールを狙っていきます。で、エビルなので、こういった編成になってます。一応役割的なところを言うと、ガード1、バウンサーが2、レンジャーが2、スナイパーが1というところですね。やっぱバウンサー2にしてあるのは、コントロールを102まで上げていきますので、技術が必要になるかなというところです。で、スナイパーの闇野ですね。闇野も全然使ってないので、うちの動画ではちょっと見ていきますか。PSRお借りすることができましたので、テーブルも50まで確認できます。タックは 80% に固有の、タックが乗ります。で、試合経験点ボーナス持ってて、変化球ボーナスがあって、得意練習率アップがあって、で、45で練習効果アップ15がついて、50になりますと技術ボーナスがつくというところになってるので、闇野はね、相当強いと思います、テーブル的に。あと、コツの方が逃げ玉、順応、金縛りというところではあるんですけれども、なかなかコツくんない人だよね。で、金徳は、折り辺の、イビルアイか、マインドブレーカー、ちょっと両方とも、不確定にはなるんですけれども、どっちを取ってもいけると。折り辺覚えたいときはイビルアイ覚えて、マインドブレーカーも相当優秀な金徳なので、闇のは欲しいですね、ぜひ。持ってない、エビルキャラ全然持ってないからね、俺。で、あとはね、球速とコントロールがこの編成だといないんですよね。で、精神をサナちゃんに任せて、で、変化球は人がいっぱいいるでしょ。で、スタミナも2人いるでしょ。で、球速も2人いるんで、どうかな、コントロールが入ってないけれども、タックフィニッシュがどれだけ決められるかっていうのはちょっと未知数ですね。若干長くなりましたけれども、練習を始めていきましょう。3人、サナか。サナの評価上げていきたいんだよな。イベント経験点が結構高かった気がするんで、ダンジョンを使っていきたいよね、サナちゃん。あと11月からのね、クリスマスバイトの時も、なんとなく明鏡が4人とか、やろう、せっかく4人いるから。影響ってよく揃うんだよね、なんか知んねえけど、人が集まりやすい。そんなことはね、ないと思うんだけど、俺のサクセスではよくそういうことが起こるっていう。太平楽か。ただちょっともうきついよね、どうせ一人だったら太平楽にしとこう。ロビーはね、ど根性か意気揚々だったっけ、どっちかなんですけれども、若干悩んでる、どっちにしようか。あとは回収しちゃうか。で、サナちゃんがジャストフィットかカイドウだっけ。カイドウはさすがに取ってらんないんで、なるべく早めに、毎回言うけれど、あれ、これが来た。上、印象ポイントを稼ぎます。
42稼げるからね。だからサナちゃんも勲章ボーナスくれるからね、2人。ダンジョン黒金はやっぱり早めに回収して使っておきたい。いや、ダンジョンは使わないけど。あと、シナリオキーとかなんだっけ、脅威の切れ味あったよね。ってことは、こいつ、脱散つかなきゃいけないのか。あと、なんだっけ、ほんと覚えてねえんだけど。黒金とかの揃いが悪いな、一回寝よう。チュンチュンが来て全回復。あ、ここで回復してくれたのか。でもスマホの活用方法これでね、一応根性のコツが取れるんで取ってはおきますか。あの精神が厳しくなりそうなんで、あんまりその精神系の金徳は取りたくないんだけど、ここで3人で輝かしき記憶、これが若干内容が変わってますね。記憶にして、あと追加のイベントとかは多分なるみないっすね。サナちゃんの評価を、あー、いや、ダンジョンロックしてえな。これ序盤なんでちょっとダンジョンロックできます。闇のくれない、コツをくれない。で10月か、なるべく10月中にサナちゃんの評価乗っけておきたかったんだけどな。ムード丸になった、まあ、アーサーは普通に変幻自在を狙っていきましょう。よし、これ揃えるか。タックフィニッシュ。さあ10月、ロディの魂、これは上。でメンタル、お、人がいる。しかも黒金、マネちゃんロック、マネちゃんをロックオン。いや、マネちゃんかゆかり様かって言ったら、まあ、俺はゆかり様の方が好きだけどね。いや、ただの完全な個人な好みだよ今のは。そう、サクスペでどうこうってわけじゃなくて。よし、ありがとう。とりあえずコンコツ3は掴んでくれた。これ闇の入れてるから闇のにしよう。何くれんのこれ、重い球、悪くはない。どうしよう、これなんかこれで変わるんだよね確か。どっちかわかんないけど下でいいや。体力さすがにないな、さすがになくなってしまった。食うか、もう食おう。体力めちゃくちゃ減ってるしね。1人か、スタミナ闇の、ここでも結構回収できる。ほとんどどうせいないからね、人が。回収しちゃおう。縛り珍しい、これ上にしよう。うまくいけばチームメイト評価が上がる。これ回収しちゃうから虹谷だしな。よし、ここ3人いっちゃおう。練習会で、これは上、ポーカーフェイスも掴んじゃいます、掴んじゃいますっていうかコツね。で変化球、うお、取れるな。ロディ、てかサナちゃんが乗ってないな、まだ多分。影響とか、まあ、別にって感じなんだけどな。ダッツさん、ありがとうございます。これで虹谷のダッツさんがとりあえず続けて、アーサーって何あげてけばいいの。で黒金ゲット、これで黒金乗せよう。黒金っていうかサナちゃん、これでさすがに乗ったよね。3、変化球がちょっとめちゃくちゃあるな。一応パワチャレ用なんで、あの一方向を伸ばしていくっていうよりはまんべんなく振っていきたい。スタミナ、あ、これなくなっちゃうかな、スタミナ。次、そうか、メカニクス3人いるんだ。そういえば、あ、サナちゃんはもう大丈夫そうだね。でもちょっとバイトイベントを起こしたい。バイト、バイト、お、いいね。
このバイトイベントマジでいいよ。こういう時にさ使っておきたいよね。これ一番上でいいや。男女、彼女になってれば一番いいんだけどな。これはもう下撃たれる。そりゃそうでしょう。変幻自体少しで、ダンジョンゲットで、コントロールも回収はできるのか。いや、このとこレニューっていないから回収しよう。悪くはない。鮮烈なプレイ。ちょっとこれなんだ、何をあげとけばいいんだ。キレゲットした、やった。でこれは一番下。さてなんとなく急速上げて144にはしたい。いやなんとなくね。でそうそうそう、あと4種類目を覚える意味として進化を覚えとこう。なくなってるし、もう一回サナちゃんバイト回復する可能性があるからね。バイトでバイト行け監督。うわーない、これ上でいいや。安定で、これも安定でいこう。なるべく上にしちゃったからな。そういえばそうか、ロックをしておかないといけないのか、守備に。どうしようかな。ではここだな、回収しちゃおう。ポイントがすげえな。コツ全然くんないんだけどさ、コツになるのかポイントになるのかってどういう判定なの。てか全然バイトしねえんだけど。やる気が、やる気がなくなっていく。 SG、 じゃあ収益ってどうなんだろうな。よし144で、変化球も、まあ、なるだけ上げとこう。え、どうする、メンタルピアじゃん。サナは後入れだよね。ダメだ、起きなかった。あ、でもここで、そうか、ここでなるんだ。サナのいいところ、まあ、ちょっとね、ちょっと経験点は下がるけど、使っとけよかったよ。じゃあいいや、バレンタイン、ここでバレンタインまでいけるはず。でデートを進めておくかどうかだよね。スタミナやろう、7とかすげえ上がった。ほんと闇のは作れないよな。これも闇のにしとこう。テンポ丸か。おお、精神か、大吉。いやすげえ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 、かなりもらえたな。3人太平楽3人か。てかなんでコントロールばっかくんの。コントロール人がいないんだって。だからでも3人はやっとこう。太平楽もあると便利だからね。で技術をちょっとさばいていかないといけないんで、まあ、C くらいにしておきますか。スタミナ、うわーいけないか。虹谷、あ待って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 、なんだっけ、キレ、これで4になったのかな。ロディの魂アウト。ちょっとど根性か、こっちどっちがどっちだか分かんなかったけど、キレ取ろう。低めも取るでしょ、重ためも1でいいでしょ。うわーやだー、228も精神使いたくねえんだけど。ほぼあれじゃん、シラスと一緒じゃん。いや、まあ、あまりは出るけどさ、いやあまりは出るとはいえ、結構重てえな縛り。いや取っとこう。変化球、スタミナ回収しよう。
やべえな、タックフィニッシュの箇所が悪すぎる今。ブレインマッスルかいらねえな。スタミナサナちゃん、シラス1か、いやいや、どこシラスはもうガチで欲しい。てかメカニもガチで欲しいんだけど、回収できんね、やろう。スタミナ OK、 あとは守備とメンタルが厳しいのがやっぱり残っちゃったね。 SG これでゲットしたから脅威の切れ味。ここぞという時に SG は使える。バレンタインどんだけくれる、超くれる。やっぱロックをしておくことが大切ではあるんだけど、大切ではあるんだけど、どうしようかな。ここおいしいよな、やろう。すぐ経験点に走るからな、あんまり先のことを考えない。じゃめっちゃ掴んだ、いけ、なんだこれはみたいな話になったな。やった、モテモテになんのさすがだ。イビルアイとかもうねえしまあ結構でも4球種目を覚えられたんでよしとしましょう。じゃあちょっと上げてきますか、4で。で何が必要なんだろう、ちょっとスタミナ上げとこう。 D、 あとは直上げでなんとかしよう。マインドブレイカーが分かんないんだよね。ここに6なの来ねえな、守備メンタルに。虹谷か、ポンコツ5にしときたいよね。まあ守衛だし、一応1人だし6しとこう。よし、これでポンコツは5。似ていない、やめろやったー、マインドブレイカー、しかもかなり掴んだ。なんでこいつらメンタルほんと6なの来ねえな。ここやりてえ。シラスは必要だけど、まあまだ2月だからいいや。ちょっと一回波動ロックかけちゃおう。まあ1人の方がねゲージを減らしやすいから、タックが来た時にうまくいける可能性が高い。ドクター剣も成功したな、結構いいな。守備なんでパワコーなんだって、波動3人いる、やっとこう。スタミナはね、いただける可能性はあるんで。そもそもタックが来ない。いや、メカニクス全然ダメだ。しまった。これ使えばよかった。一回デートしますか。結局、ダンジョン発動時にデートができなかったからな。あとはまとめて後ろの方でやりますか。スタミナ、いや回収はできるけどさ。よし、これちょっとメカニだな。シラスもあと1人ロックしなきゃいけないんだよね。回収はできない、3人でかいな。やろう、あ、3タックか、何気に3タック。太平楽の回復量マジいいわこれ。3人、変化球精神28、28、28、ちょっともうなくなるんだったらこっちにしよう。また設置しないといけない、なんだかんだでもう4月だからな。これどれ上投資かで一番下なんかくれる、黒ファイか、まあまあまあ悪くはない。ヤンのってコツなんだったっけ、ちょっと待ってね、危険っていうかまた溢れている。ちょっと上げられるだけ上げよう、うまくいけば100人まで持ってく。よしで進化444にはしてえな、ほい
これで、あれがなくなったか。うん、2人か。ここもまあ、まあ、まあ悩むな。こっちでいいや、じゃあ。とりあえず、ナルミが来るかもしれないから、6匹だけ買っておこう。ここに来て、体力かよ。来ないね。どうしようかな。もう1回だけ、じゃあデートしちゃおうか。サナちゃんって空手とかあるんだっけ？なんか忘れちゃったな。一応3回だけ残しとこう。最後7月に入ってからやりきる。でこれはもうコンピューターに任せよう。で取るもんは取りますか。じゃあまずマインドブレーカーいいね。比較の2でいいでしょう。クロファイやっぱ技術を使うな。ドクターケアもう取る。いや根性とか、緩急って人間自体は取る。緩急って骸骨取れないか。まあただね、変化球ポイントは結局3点取られてるし、誰かのせいで負けたんだけど、俺のせいだけどさ、明らかに。それでも評価は上がる。そもそもいやーこれちょっとメカやっとこう。本当にこつくんねえなこいつ。ここは回収できる。ここも回収できるけど人が少ないからこっちだな。変化球ポイントめっちゃ稼げんだけど。波動か。よし、このターンっていうか来てない。シラスソウルって50残ってたよね。波動もまあやっときたい気がするんだけどな。回復してからちょっとシラスロックしよう。さすがに空のこれ、いや回収はできない。2人6勝。サナちゃんが来るかもしれない波動中に。来いサナカ。どっちもこれし、あこれ6できるやろ。もう6月だよ。だっていや無理だな。ピッチャーの精神と守備がきついね。やっぱり来ない人がそもそも。これ一応回収する意味もなさそうだな。じゃあコントロールいいや、やっちゃおう。じゃあコントロール入れた方が良かったか。でもさ、誰入れるっていう話なんだよねそもそも。来ね、全く来ね。これほっといても大丈夫だよねこいつら。いやメンタル諦めよう。シラスはボーナス手に入れたでしょ。いや今さら来たら1個押せえよ。一旦押せえわ。でも1234種類だからね。結局なるみ難しいね。守備がなかなか来ないからね。もともとデフォルトで守備は来ないからね。ちょっと待って、球速144のまんまにしておいて、いい上げよう。140、148か、148が B だから。で、ちょっと一回これで、なんだっけ、変化球は OK。変幻自在取るか、じゃあ。ど根性重て。マジで重て。サナちゃん。どっちスタミナ上げてもよくない。ってか瞬霊回収しないとね。そもそもテツワンか。ってかさ、回数もこれでようやく7回目。危なかったな。で
これ取るでしょ。根性取ろう。ド根性。あ、鉄腕取る。鉄腕安いよな。ほんと安いよね、これ。ド根性重たいけど、まあ、しょうがない。もう、コントロールは100になってるからな、でも。2人通算とか、じゃあ1でいい。いや、なんかどっかで取れなかったっけ。もう1回、なんか、サナちゃんとかのデートで、2人通算くれたような気がするんだけど。あと、やる気、せめて、好調にしたい。そっか、サンちゃんここで臨床ポイントくれるんだ。じゃあここはランブルフォールの力をお見せしましょうか。しばろ。あとは黒ファイトル。いや重いな。なんだっけ、ソウル攻めたりなんかあったよね。使ってあるのか。お待たせいたしました。いいね、1点取ってくれた。ガンブルフォールの力を見せる前にてか俺の力を見せる前に終わってしまった。それはそれで楽でいいんだけどさ。変化球、まあ悪くない。ロディ、ロディって何コツ持ってんだっけ。たくさんくれたけどね、ロディブライト。コツは良かった気がする。不屈の魂、伸びたくさん、根性持ってんじゃねえか自分で。コツいいね。どうしようかな。変化球、ちょっとロディにしよう。打たれ強さで、あとはちょっともうデートしなきゃいけないんで2回デートします。ほら、打たれ強さもらった。でここはピンチャンでいこう。じゃあで打たれ強さ5になったから使おう。対左、いやー2か。対左ってなんで取ったんだっけ、理由がわからん。タックフィニッシュで取ったんだっけ。イベントではなかった気がする。お待たせいたしました。きなりチャンス。おお、太田くん、こっち確か超強いはず。2塁という場面で打った。これは強烈、いった。守備エビス、俺か。ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー2塁という場面で村井投げた。ストレートはボール、外角高め投げた。危ない球、ちょっとなんかコントロール悪くねえか。打った、切り裂き。おー、危ねえ。これあれ、切り裂きじゃなかったら多分取れなかったよね。いや、一般人だったらランブルフォール。タイミング合いません。投げました、アウトコース高め、空振り三振。最後は146キロストレート。タイピンは持ってないから、タイピン欲しいな。投げました、2球目、空振り。なんだかんだ言ってタイピン優秀だよね。ボール高め、第4球を投げました、空振り三振。ドクター系がついてるからランブルフォールがめちゃ落ちるようになってんだけど。エビル追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面。打ちました、ツーベース。この能力があれば持っていけるからね。いや、この能力は無理。ツーアウトランナー2塁という場面。このマジカスみたいな能力。第2球投げました。いや当たりは悪くなかったと思うよ。普通の能力があったら持っていけたと思うけど。追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で、あ、ちょっとスタミナ少ない。これ1回くらいで終わりそうだな。しかしダブルフォール投げる。低めいっぱい、見逃し三振。さあ、いよいよ最終回。この回のトップバッターはイーノ。アウトコース高め、ストライク。ちょっと締まりがあるんだけどね。なんかどうなんだろうね。打球は三遊間へ、アウト。これでワンアウト。2球で仕留められたのはでかいな今。投げた、見送ってボール。投げた、いい、空振り。スカウターみたいなのいいな。見やすいのかな、何が映ってんだろう。投げた、打ちました。ランボルフォール。次は5球目。食らいついてくるとは。いやだ、もうスタミナがないよ俺。打った、ライトフライ。ライト掴みました。あと1人ギリギリだな。ど根性あったよねでも俺。初球はストライク、投球これから2球目。ダンブルフォールも投げる。
ランブルコール決まってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は最後はもう一回ランブル行け。スタミナがなくなってる。体格低め一応ど根性発動してたけどさ、変化球の落ちがめちゃめちゃ少なくなってたんだけど、なんとか投げ切ったな。さてじゃあデートして終わりと。でここは上。いやーまあ経験って結構高いよねやっぱり。さてソウルセメタリーで試合経験って使って、あ変化球さっき使っとけよかった。虹谷でここもピンチャンでいいよね。球速結構上げられそうだな。152。あとは徳の投手とかも取れそうだな。俺的にね、尻上がりやっぱりね、試合で使えるから欲しいんだよね。先発は特にスタミナちょっと D にしておく。もう一回くらいスタミナ練習来てくれれば嬉しいんだけどな。あと敏捷を使うやつ、投打躍動、いや無理でしょそんな。二刀流系を作んないと。ってことは二刀流がいつか実装されるのか。まあそれはね、アプリであれば。ゲッ、これ直撮りしなきゃいけねえじゃん。もう悲しい。先制ストライクもまあ安いは安いな。まあいっか。ゲリリース取ってねえや。ちょっと安いからね。投資どうする。クイックは無理か。てか鳴海守備連来た全然来てない気がするんだけど。お待たせいたしました。さあチャンス、エビダです。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー、これはいい当たりだ。いった、入った。ツーアウトか。エビ、ここはなんとか。まあなんとか。このやる気のない奴らを。最後はランブルフォールで決める。3球で仕留める。152キロで落ちるのランブルフォールって。球速マックスで落ちるじゃん。そういう球なんだっけ。正面関の結構使えるから、やっぱミートがでかいっていうのがいい。猛攻だな。こいつ初球持ってんな。初球で仕留める。ダメだった。これです。波動を追う展開で迎える6回です。これは1点献上だな。しょうがない。今のはむしろもう1点上げて消え。危ねえ。キャンブルフォール狙われる。こいつさっきホームラン打ったじゃん。もう一回打つよ。すげえ。結構チャンスボールだったのにな。ほら嫉妬を逃さない。おお前最後今日打ってねえじゃねえかよ。俺がお前を活躍させてやろう。ダメ押し。いよいよ最終回を迎えました。今回スタミナ残ってるの。今日はここまで3打数2安打1三振。あランブルフォール落ちるね。投げました。ランブルフォールはボール。尻上がりに持っといてよかったな。投げました。こういう時9回まで投げ切る時に尻上がりがあるとやっぱりいいよね。打ちました。サードグラウンド、ボールを掴みました。先発はね、俺仕上がりすげー覚えたい派なんですよ。結構有効な特殊能力だと思うんだけど。第3球を投げた。いいね、際どい。バッターは5番、早瀬。エビル、ここは何としても抑えてる場面。攻めてる。第2球投げた。シンカー見送ってストライク。入ったか。一球一球に魂を込めて投げ込みます。打ちに打ちにやって最後、外へ逃がす。投げた。食らない。じゃあランブルフォールで決める。めっちゃ落ちる。空振り三振。どうだ、全然違うとこ振ってたね。まあまあまあの経験って苦労する割にはなんかね、そこまでの経験点じゃないからね。でこれも使って、もうあとマジで迷宮とかいらんわ。変化球ポイントがあり余ってんな。じゃあランブルボールちょっと上げていくか。それでスタミナが上げられる。
やでもダンブルポールも上げてえな、いやこっちやろう。あと1回自然回復して練習できるよね。ただ変化球ってさ、こう上げすぎるとさ、ポイントめちゃくちゃ使わないと吐けないから、余りすぎるっていう傾向もあるんだよね。ちゃんと計算しないと。まあでも今ちょいちょいした得のを取っていけばいいんで。エビル先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ピンチというピンチだ。今日はファーストフライト、サードこいつ出したくねえな。え、いいね、タッチアウト。さすが、なおもピンチが続きます。誰サードだった、レイリーだった、ちょっとわかんねえけど、いい働きをしてくれた。アウトローへ空振り、第4球を投げました。これはおい、後ろにしました。いやーヒットかよ。バッターはピッチャー怒り守る、第2球投げました、低めのボール引っ掛けた、取れないか、膝元外れてボール投げました、打ちました、掴んでこれで3アウト。よしここだ、レイリーからか。しかもこいつ特殊術持ってる。今日はセカンドゴロとフォアボール。マジか、こういうところで特殊術。引っ張った、ちょっと早かった。フォークどうする、投げました、見逃す、当たり前だよね。スライダー狙いね。レイリー、君の特殊術がここまで役立つとは思わなかったよ。投げた、初球から打ってた、破った、オッケー。ちょっと危ねえかなと思って、変えられた、ひでえし、こんな絶不調なやつ。もういいよ、打つ、打ちました、初球打ち、ランナー二塁に戻ります、レフト取りました。もう俺が終わったんだったらサクサク終わらせよう。はい、初球打ちました、三遊間の打球、大丈夫っしょ。最後誰、9回に入ります。先頭バッターは四条、寸前発負けると超嫌なんだけど、1三振、いきなりちょっと遅い球を、初球打った、三遊間のゴロ。おい、お前ら何やってんだ。二宮とかキャッチャーじゃなかったんだ。あ、進君が行ったから。打ちました、桐崎、ボールを取る。ゲッツーだし、アウト、ゲッツー。何人出てきたんだ。勝利まであと1人、初球空振り。闇のって159キロ投げるんだ、すげえな。ストレートに送ってストライク、一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はエビルアイ投げようと思う。第4球を大して曲がんねえな。投げた、アウト構成、早いのか。見逃し三振、エビル2回戦。まあ俺は途中で降板してるからね。まあそれでも81ポイントもらえるのか。これかぶろ、打たれたくねえ。 23% か、結局。いや怪我したくねえからいいや。でピンちゃん、そうか、俺かぶって投げんのか。少しじゃ対左を1個覚えとこう。変化球はじゃあさばいていきますか。こういうやつでコツをつかんでるやつで、球速も安定させとくってか。技術使いたくないんだけど、技術を使わないものなんてあんの、変化球対抗心。え、じゃあさ、ちょっとスタミナ A にしとこう。スタミナって関係ないんだよね、その査定的な話をすると。いやでもこれは普通に使っていけるピッチャーでしょ。ランブルフォールせっかく覚えたからね、手応え。やろ、速球対抗心全開か。まあいいや、ちょっと一旦これで試合に赴こう。難易度が下がってるからね、本当下がってんのって感じだけど、ノーアウト1歳、難易度下がってる感じがしない。ガラハド、アベレージヒッターなんて持ってるのかい。いや、3球でしとめ、めっちゃ落ちんな。ダンブルフォール、もうなんていうの、最高速で落ちるんだったら、球速めちゃくちゃ速くして覚えるのもいいかもしれない、面白そう。ピンチ、岸田とかマジやだ、ちょっと検証。ストレートってこれ検閲あったよね、ウエストだっけ、違う、ウエストか。第3球を投げました、もう次は4球目投げた、ここは勝負しません。次誰だ、トリスタ、トリスタ、アベレージヒッター持ってんのか。なんかあいつと勝負してもよかったかな。投げた、打った、ピッチャーなし、破った、センターバックホーム、円卓、さらに1点追加。
空振りからストライク、簡単にダンブルフォール、これはちょっと見せ球、低め空振り三振、ボール球で強すぎだろ、円卓とかエビル、ここはなんとか追いつきたい。しかもなんでランスロットになってるの、早くね、え、先発ランスロットだった、打ったレフトへの打球掴みました、これでワンアウト、ランナーパワー C だったらちょっといいよ、投げた初球から打超えろ、超えねえかよ、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません、打ちました、初球打ち取って、これで3アウト、ヒット1本しか打ってないんだけど、エビル追加点のピンチです、ノーボールやだ、2塁という場面でこいつもパヒタ持ってくからね、ランブルフォール決まってストライク、キレのある変化球、ボール次は4球目、もう1回ランブルフォール投げた、ランブルフォール見送ってボール投げました、アウトコース、際どい、見逃し三振、ギリギリのところ、結局打ちさ、ヒット1本で終わりそう、最後の9回の裏でどれだけ打ち崩せるか、ただ151は出る、厳しい球でした、投げました、一つ外してボール、次が4球目、ダブルホール投げました、いいね、低めいっぱい、悪くない、スライダーはストライク、第2球、とにかく弾、徹底的に弾、アウトコース低め、ストレートはボール、第4球を真ん中と見せかけて、4球目空振り、少し迷ったか、シンカーもだいぶ落ちんな、投げた、いいね、空振り三振、三者連続三振、このアベレージヒッター野郎、投げた、見送ってストライク、いきなりちょっともうスタミナがないからな、無駄球を投げている、余裕がない、これで決める、ダンブル打ちました、サードの右、一塁送球アウト、さてこれをひっくり返せるか、もう代打でいいよ別に、第1球投げた、見送ってストライク、第2球投げました、打ちました、うわダメだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、やべ、ランナーはありません、バッターはトップに帰って、やべ、流し打ち取りました、ここは意地を見せてほしい、バッターは2番小原、エビル最後のバッターになるのか、初球いやならないよ、ライナー破ったライト前ヒット、これで太田君まで回せばとりあえず、初球を打ったクリーンヒット、よし三塁です、とこいつが打って、てかこいつあれじゃねえかよ、やる気なスイングじゃん、第2球投げました、ちょっと待って暴れ球すぎだろランスロット、第3球を投げました、低めボール、第4球を投げました、しまった、低めボール球打った、アウト、試合、俺の経験点がどれくらいかだ、52とか、一応1位にはなれたな、ちょっと先発だね、でサナちゃん、あ、技術をいっぱいくれる、これ惜しいな、そうだロディとかエピログあったね、いくつくれるんだっけ、あ、結構くれる、40くれる、ははは、ランブルフォールを覚えたぜ、1万1000、まあ野手と同じ感じの経験点は手に入れた、ちょっとね、あの個数がなかったよね、あの種類、守備と精神がこれちょっとうまく取れればっていうところにはなりそうだけど、じゃあ伸びもせっかく手に入れたし1だけね、ちょっと2は重いから置いとく、じゃあスタミナも投げ切れるスタミナをちょっとつけときましょう、で変化球がやっぱり余ってない、ムービングファースト取るじゃん、いやー技術使うんか、あと何だって一応変化球対抗心的なやつが結構使うけど、逃げ球もあれだね、投手は取っておきますか、じゃあ牽制か、だったら打球反応の方がいいんだけど取れないよな、じゃあもったいないからムービングファーストを取って、タイピンが取れんね、タイピンは欲しい、能力的に欲しい、あともう技術不足だから他は変化球対抗心一応取っとく、じゃあせっかく、前回ピンチの場面でさらに前回か、あ、敏捷入っとこう、であとはもうちょっとスタミナちょいちょいちょい、ほい、こんな感じで、ちょこっと使っていくから、名前はコーン、102、ランブルフォールが入らないね、ランブルみたいな感じで入れたけど、ランとか入れてもよくわかんないからいいや、これで
よし、OK です。お、SS1 だね。よかったよかった。いや、投手も悪くないね。投手も全然いいよ、エビル。だもっと全然上目指せるからね。あの金徳だってもう1個うまくいけばもう2個取れるわけでしょ。いや、ランプルフォール7にしたかったな。でもまあまあまあ、でも結構いい投手ができたと思います。まあどうしてもね、パワチャレ寄りの選手を作りたくなっちゃうんで、自分は。まあこいつは多分先発ローテーションに入ると思います。普通にランプルフォールも覚えてるしね。まあ、折り辺をね持った選手をちょっと入れていきたいよね。まあそんなわけで、意外に良かった、意外にいいサクセスだったと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。